長野朝日放送株式会社は長野県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者であるアンケ列のフルネット局略称はアブン中南新志社が入居するビル企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの出展 1992年3月31日2003年3月31日、元来、長野県の朝日新聞社関係の放送局としては、新越放送があった。同局は、地元市、品の毎日新聞社を中心に設立されたもので、あるが、朝日新聞社は、品の毎日新聞社と同率で同局の、筆頭株主であり、ラジオニュースも提供していた。 しかしながら、同局のテレビニュースネットは強力な j n n に加盟していた。その後、朝日新聞社が全国朝日系テレビネットワークを構築すべく、全国各地に UHF 新局の開局申請を行い、その結果多系列と相乗りになる形で曲がりなりにも、朝日系のテレビ局が開局した。県内でも1969年に長野放送が、 読売新聞や毎日新聞等との相乗りながら、一応は朝日系のテレビ局として開局した。しかしながら、NBS は中日新聞社と東海テレビ、及び産経新聞社など、富士産経グループが同局の設立に大きく関わっていたため、テレビネットワークは富士テレビ系列のみに加盟することとなり、朝日の影響力は限られたものとなった。 こうして出遅れた者同士の朝日新聞、テレビ朝日陣営と、読売新聞、日本テレビ陣営が、新曲解説申請に動くこととなった。当初は読売、日テレ系列をメインとするつぼねになる予定だったが、それに、朝日が足を突っ込む形で1980年10月に、クロスネットとはいえ念願の系列曲、テレビ新州が開局した。ただし、 TSB は両系列半々であったが、TSB 開局前の新局解説申請の経緯により、この時点ですでに第4局が開局した時点で、TSB は日本テレビマスト売局となることが予定されていた。長野県の民放テレビ第4局は1984年11月16日に、熊本県第4局と共に周波数が割り当てられたが、 長野県第四局は諸事情により開局が大幅に遅れて1989年にテレ朝系列としての開局が決定し、アブンは1991年4月に開局した。190万人以上の22都道府県で民放テレビ第四局が平成新局なのはアブンが唯一である。アブンは品の毎日新聞や長野とヨタ自動車と関係が強い。また、 開局の際には1364社の申請があったことでも有名である。なおアブン開局の際、それまでクロスネットを行っていた TSB の社員の一部がアブンに移籍している。テレビ朝日系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID は5。2011年7月24日、定波時点定時、番組特別番組全国ネット番組を除く、アン系列の 主な番組一部時間帯が、ネットワークセールス枠の番組の場合、ローカルセールス枠部分の時間帯を明示。その他のネット番組再放送枠テレビ、東京系列独立局その他は放送中の番組。報道、ワイドショー、情報スポーツバラエティクイズトークドラマ、時代劇、スペシャルアニメ、特撮報道、ワイドショー、情報バラエティクイズ、トーク音楽。ありがとうございます。